マイケル・ラザム・パウエルは、イギリスの映画監督である、エメリック・プレスバーガーとのコンビで知られる、ケントのベックス・ボーンの生まれ、父親は、ホップ農場経営者のトマス・ウィリアム・パウエル、母親は、ウスターのフレデリック・コーベットの娘・メーベル、キングズ・スクールとダリッチ・カレッジで学んだ後、1922年、ナショナル・プロビンシャル・バンクに就職。 しかし自分は銀行家に向いていないと悟り、1925年映画業界に入る。フランスのニースにあるビクターンスタジオで映画監督、レックス・イングラムの下につく。パウエルの父はニースのホテルのオーナーで、イングラムとはコネがあった。最初は雑用がかりとして床を履いたり、コーヒーを入れたりした。しかし、すぐにスチルカメラマン、 サイレント映画の字幕書きになった。さらに2から3の作品で俳優までこなした。俳優としてのデビューは、我らの海のおどけた、イギリス人旅行者役で、他には、受難者がある。1928年、パウエルはイングランドに戻り、様々な映画監督と仕事をする。アルフレッド・ヒッチコック監督とは、シャンパーニュでスチール写真を担当した。ヒッチコックの初のトーキー映画。 恐喝にも同じ仕事で契約をしたが、パウエルは次元の中でヒッチコックにとって最初の記念碑的クライマックスとなるラストの大英博物館のシーンは自分が提案したと述べている。パウエルとヒッチコックの進行はその後も続いた。脚本を2本書いた後、1931年からアメリカの映画プロデューサー、ジェリー・ジャクソンとコンビを組み、 イギリス映画振興のための法律シナマティグラフ、フィルムズアクト1927のノルマを満たすための、やっつけ作品を作り出した。低予算スリラー映画、2クラウディットアワーズで、初めて監督としてクレジットされ、そこそこの興行成績を上げた。この年から1936年まで、計23本の映画を監督した。多い時には年に7本も撮り、大いに腕を磨いた。 その中でも、レッド・エンソン、ザ・ファントム・ライトは、非評価にも好評だった。ザ・エッジ・オブ・ザ・ワールドのおかげで、1939年には、アレクサンダー・コルダの下でコンスタントに映画を撮っていた。その中には、バーミーズ・シルバーなど立ちゲーになった作品も含まれる。パウエルは、コルダ映画の看板役者、コンラート・ファイトとバレリー・ホブソンの主演映画、スパイを撮ることになった。 しかし脚本は原作には忠実だが、あまりに上調で、しかも、ファイトとホブソンの見せ場がなかった。会議の時、コルダはある小柄な男をパウエルに引き合わせた。それが、エメリックプレスバーガーだった。パウエルはこの時のことを、次元の中でこう書いている。エメリックはとても小さな巻紙のメモを広げて、会議で演説した。私はそれに聞き惚れた。 トーキー接見後、数人の素晴らしい脚本家と仕事をしてきたが、それでも彼以上の者はいなかった。サイレント映画の時代、一流脚本家たちは、劇作家というよりは職人だった、ヨーロッパ映画にはまだ高い学識があり、どの国も自国の文化、文学を意識して他国に勝ろうとしていた。それがトーキーで全て変わった。豊富な資金と熱狂と技術力で、アメリカが、 指導権を握った。ヨーロッパ映画はもはや存在しない、盛況だったドイツ映画も、ゲッペルス博士が1933年に終止符を打った。しかし、あの懸命な博士にとって、エメリックがナチ突撃隊員の突破の手間を省くため、ドアに鍵を刺したまま、自分のアパートを歩いて出た日は最悪の日だった、ことだろう。すぐに、エメリッヒがどこにいるかわかるはずだから。 話を戻そう。メモが6インチ広げられた時には、もう私はこの小柄なハンガリーの魔術師に、すっかり魅了されていた。彼は、ストーラー・クラウストンの筋を完璧に映画に、再構成していた。マイケル・パウエル、A ライフ・イン・ムービーズ、アン・オートバイオグラフィー、二人は、経歴も性格もまるで反対だったが、映画作りに対しては共通の姿勢を持ち、 共同でいい仕事ができるであろうことをすぐに理解しあった。以後、コントラバンド、潜水艦ゴーチンスまでは、監督マイケルパウェル、脚本エメリックプレスバーガーとして共作するが、我が一期未期間以降は、脚本、制作、監督マイケルパウェルエメリックプレスバーガーというコンビ名で、クレジットにすることにした。二人は共同で、アーチャーズプロを設立し、老兵は死なず、 天国への階段、黒随線、赤い靴、ホフマン物語、戦艦主兵号の最後など19本の長編映画を制作し、その多くが批評的、商業的成功を得た。それは今なお20世紀イギリス映画の古典とみなされている。ヒッチコックやデビットリーンと匹敵するイギリスを代表する監督だと押す声もあったが、1960年に撮った。 単独監督作品、最古なスリラー映画、血を吸うカメラの性的、暴力的な描写が映画評論家に告評され、その名声は一気に失墜した。やがてパウエルは映画業界から追放された。再評価が起こったのは死後のことである。マーティンス・スコセッシやフランシス・フォード・コッポラ、ジョージ・エイ・ロメロ、ベルトラン・タベェルニエといった映画監督たちがパウエル プレスバーガー作品から大きな影響を受けたことを認めている。パウエルは1927年にアメリカ人ダンサー、グロリア・メアリー・ロジャーとフランスで結婚したが3週間、足らずで離婚。1943年7月、内海、ジェローム・リーディの娘フランキー、メイ・リーディと再婚。ケブン・マイケル・パウエルとコロンビア・ジェローム・リーディ、パウエルという二人の息子を設ける。 1983年7月、妻と死別。1984年5月19日、アカデミー賞を3度受賞した映画編集者、セルマスクーンメーカーと3度目の結婚。グロスタシャーのエイバニングの中心地でパウエルが亡くなるまで一緒だった。他に女優のパメラ・ブラウンと数年間、1975年にパメラが亡くなるまで同棲していたこともある。 ここまでのパウエルの初期作品は、ノルマを果たすためのやっつけ作品ではあったが、それでも他の同様の映画よりは、水準が高い。いくつかは現在行方不明で、おそらく廃棄されたものと考えられている。しかし現存するもののいくつかには洗練された技術が、見られ、後の映画の中で再利用された初期バージョンということも、できる。テレビシリーズ、弁護士、プレストン、エスピオナージ、 看護婦物語チェスの愛好家で、1952年の来日時に第1期王将戦第7局を観戦した。ありがとうございます。